はい、どうもこんにちは、デラキロスでございます。さあ、今回ご紹介するのはこちら、ウルトラマンタイガの新アイテム、デュロッツタイガトライブレードでございます。はい、ということでですね、トライスクワッドと不動ひろゆきの心が一つになった時生まれたこの剣でございます。ウルトラマンタイガトライストリウムの専用武器ですね。真っ赤に輝くこのウルトラマンタイガトライストリウム、めちゃくちゃかっこよかったわけなんですけれども、トライブレード、これのね、出現もめちゃくちゃかっこよかったということでですね、本編見ておもちゃが欲しくなり、買ってまいりました。このね、箱のパッケージですよ、すごいかっこよくないですか。ウルトラマンタイガトライストリウムがね、ここにこういらっしゃるんですけれども、このね、紅に燃えるこのタイガのね、トライストリウムね、すげえかっこいいな、相当惚れてしまいました。箱の上面にはウルトラマンタイガ、そしてトライブレード、箱の横、こちらもまた違ったお写真ですね、かっこいい。反対側のタイガもかっこいい。箱の後ろ側には説明書き等が書いてありまして、説明書は入ってないですね。変身遊びと3種の必殺攻撃遊び、ワンプッシュでタイガの必殺技、そして2回プッシュでタイタスの必殺技、そして3回プッシュでウルトラマンフーバの必殺技と、そしてですね、4回押すと超必殺技、さらに長押しするとさらにまた強い必殺技が出せるということでですね、かなり遊びの幅も広いんですけれども、ちょっとね、気になったのが、4回プッシュで放つ必殺技がトライストリームバーストね、必殺技の名前書いてあるんだけど、スイッチ長押しで発射する必殺技の名前、これね、名前がね、書いてないんですよ。もしかしたら、最終回とかで使うのかなーとか思ったりしてますけど、ね、今のところこう、名前が書いてないっていうのがちょっと怪しいですね。それでは本体見ていきましょう。はい、ということで、ウルトラマンタイガ、タイガトライブレード本体がこちらとなります。形的にはですね、かなり子供さんが持つ分には大きいですけど、大人が持つと、まあ比較的小さめかなと思うんだけれども、工藤博之くんが使っているトライブレードと、ほぼ同じサイズ感だと思いますね。ウルトラマンだと、ウルトラマンが持ってる武器はすごいでかいんだけど、その中で人が操作する剣はかなりこうちっちゃめのものを持ってるので、そういう意味では変身者が持つ武器と同サイズにできるっていうのが、まあ、ウルトラマンの強みですよね。はい。全体はグレーの成形色なんですけれども、ここが発光する部分になってまして、さらに刃がクリアの赤いパーツになってます。ここは軟質素材になっていて、ここの黒い部分ですね、ここが液晶っぽくなっていて、ここがこうね、メラメラと、光る仕様となってます。そしてここが回転サークル、オーブリングみたいな、こんな回転サークルがありまして、でね、炎の模様がね、ブワーっと。ね、この辺かっこいいですよね。そして絵の部分と。で、下のこの部分のボタンがありまして、基本的にはこの下のボタンを操作しますね。背面ですね。電源ボタンがありまして、今回は単4電池を使用します。一番好きなポイントが、このね、背面の上からタイガ、タイタス、フーマのエンブレムがあるんですよ。これがね、すごくいいなと思います。3人の絆の力で生まれたんだぞっていうね、デザインが、ちゃんとね、トライブレードにも継承されていて、この辺が、いわゆるエモいというやつでしょうか。それでは電源をつけてみましょう。それでは、タイガトライブレードで遊んでみましょう。電源をつけたので、まずは変身遊びからやっていきたいと思います。下のボタンをプッシュしまして、はい、回転盤を回す。そして扉を押しますと、はい、変身音でございます。いいですね。はい、続きましては必殺攻撃遊びをやってみたいと思います。3種類の必殺攻撃遊び、まずはワンプッシュ、回転盤を回して、トリガー、ハイガー、ブラストアタック、2回プッシュ、回転盤を回して、
ラーを教えます。はい、パス、ターニングハンマースイッチを3回プッシュ、回転バーを回して、トリガーを押す、フーマレッグチョッ。さらに、スペシャル必殺技でございます、4回プッシュして、トライストリームバーストさらにスイッチを長押しして回転バーを回す、最強必殺攻撃、はい、そしてトリガーを押すと剣撃音が鳴ります。こんな感じの音声が鳴ります。音声は結構ちっちゃめで、大深いリバーとかすげえ音でかかったんだけど、今回のねトライ、プレードこれは全然音大きくないですね。むしろちっちゃいぐらいですね。10月に発売される武器系のおもちゃって大体俳優さんの声が入っていて、必殺技の名前とか叫ぶんだけど、オールドスプリームカーリバーとかね叫んでくるんだけど、今回のタイアプレードは特に叫ばないですね。個人的にはタイトスバーニングハンマーとか入ってたらもっと良かったかなーとか思いますね。で、このメラメラのこの光り方もね、すごく綺麗じゃないですか。本当に燃えてるかのような、すごいいい光り方をしていますね。はい、続きましては、デラックスウルトラタイガーアクセサリーセット、こちらを紹介していきたいと思います。トライスクワットデッド、ギガデドスリング、フォドサンダーリングでございます。ウルトラマンタイガートライストリウムのお写真がですね、載っていて、そして今回の怪獣がギガデロスとゴロサンダー、まだ登場していないゴロサンダー、こちらもリング出されましたね。上面にはタイガー、はい、横側にはギガデロスとゴロサンダーがいるんですけれども、ゴロサンダーのこの間抜けな顔はなかなか可愛らしいですね。そして反対側の横にはタイガートライストリウムとウルトラマンタイガータイトスフーマー3人が乗っています。ちゃんとねトライスクワットね乗ってますね。画面には遊び方等が書いてあります。それでは本体を見ていきましょう。トライスクワットレッド、ウルトラマンタイタスのスターシンボル、ウルトラマンフーマタイガーのエンブレム、こちらがですねしっかりとこの中に再現されております。タイガー、タイタス、フーマ、ヒロユキの絆の力で結晶化されたリングですね。非常にエモいエモい、これがエモいというのかっていうぐらいで、あーすごいいい展開でしたね。このリングをタイガーアクセサリーに反応させることによってタイガートライブレードが出現してましたね。はい、続きましてがギガデロスリング、エンゲージでございます。こちらを使うとですね、分身能力が使えるんですけれども、まあそれを使ってしまったがためにですね、タイガがどんどん闇落ちしてしまったわけなんですけれども、はい、ギガデロスリング。しっかりとギガデロスのこの虫らしいデザインがリングに落とし込まれていますね。続きましてが、ゴロサンダーリングでございます。ゴロサンダーね、まだね、どんな怪獣かよくわからないんだけれども、この歯抜けなお顔がかなり可愛らしいですね。
メタリックデッドで、お顔が塗装されてまして、この、まあ、Z みたいなね、胸の部分なのかな、この部分が、いわゆる風神雷神みたいな模様をしているのが特徴ですね。一体どんな活躍をしてくれるのでしょうか。それと、怪獣リングってこれから使うんですかね。怪獣リングはあくまでタイガを闇落ちさせるために、使ってたわけですから、これから怪獣リングっていうのはどういう立ち位置で使われていくのか、それともトリギアが怪獣を出現させるためにこの怪獣リングを使うのか、どうなんでしょうか。怪獣リングの今後の使いどころっていうのがなかなか気になるところですね。ということで音声確認していきましょう。今回はデラックスタイガトライブレード、そしてウルトラタイガアクセサリー04、こちらご紹介いたしました。ぜひぜひ皆さんも2つのアイテムをゲットしてトライスクワットの絆を感じてみてはいかがでしょうか。ということで以上、いただけたチャンネルのデラックスでございました。それではバイバーイ。